マキンアイランドはアメリカ海軍の護衛空母。カサブランカ急行空母艦の三十九番艦。艦名はギルバート諸島のマキン島にちなんで命名された。その名を持つ艦としては初代。マキンアイランドは1 9四四年一月十二日にワシントン州バンクーバーのカイザー造船所で寄港する。1 9四四年四月五日に BB ニコル夫人によって浸水し、 1944年5月9日にオレゴン州アストリアで WB ホエー,リー艦長の指揮下収益する。西海岸での短期成長巡航に続いて、マキンアイランドは1944年6月19日にサンディエゴを出港し、航空機と兵員を積んで、真珠湾、マジュロ、クエゼリン艦長へ向かい、7月24日にサンディエゴに帰還した。 その後3エ合沖で訓練を10月16日まで行い、新十湾、エニウェト区間省経由で、ウルシー間省へ向かい11月5日に到着する。11月10日、マキンアイランドは、レーテ島進行作戦に参加する輸送船団の警護に当たる。広範囲な空爆作戦が行われたが、日本軍の抵抗には遭遇しなかった。11月22日にマヌス島に向かい、 続く、ルソン島進行作戦の準備に入る。第77.4任務軍の指揮官、カルビンティーダーゲン少将が上官したマキンアイランドは、マヌス島を12月27日に出撃し、進行部隊と共にスリガオ海峡を通過した。1945年1月3日に、スールー海に入ると、部隊は日本軍による激烈な神風攻撃に遭遇する。 姉妹艦のオマニーベイは撃沈され、多くの艦艇が損害を受けたものの、マキンアイランドは無傷で、リンガエワンに1月6日到着し、続く11日間にわたって、海岸での上陸部隊に対する上空援護を行い、その後ウルシー艦渉へ向かう。ダーギン少将は、伊央島進攻作戦においても、マキンアイランドに上艦した。2月16日に伊央島近海へ到着すると、 関西機部隊は、進行前の航空攻撃と、地上部隊上陸後はそれらへの支援攻撃を3月8日まで行った。空母部隊は再び特攻機の攻撃を受けたが、マキンアイランドは無傷であった。うルしい干渉で補給を行った後、機関として沖縄東近海に向かう。沖縄東沖には3月25日到着し、マキンアイランドは、同水域での67日間の活動で、 地上部隊への航空火力支援、補給、偵察任務を継続した。第84及び第91混成航空隊からなるマキンアイランドの関西機は2258回の出撃と8000時間の飛行時間を記録した。マキンアイランドは6月1日に任務を離れ、6月5日にグアムに到着した。マキンアイランドは7月11日に東、 シナ海に向けて出撃し、第95.3任務軍に加わって、東、シナ海での総会作業及び攻撃任務につく艦艇に対しての上空援護を行った。また、8月6日には、ルンガポイント及びケープグロスターの航空機とともに、停海など中国沿岸の日本軍拠点に対する航空、攻撃も実施した。八月十三日に中条湾に停泊し、 9月9日に占領任務のため、若浦湾に移動する。その任務の中には、連合軍捕虜の移送に対する空中支援などが含まれた。10月18日に帰国の都につき、11月5日にサンフランシスコに到着する。その後上海へ向けて出港し、機関兵を乗せて12月30日にシアトルに到着した。 マキンアイランドは1946年4月19日にピュージェット湾で退役し7月11日に除籍されたその後1947年1月1日にスクラップとして売却されたマキンアイランドは第二次世界大戦の先行で5つの従軍聖賞を受賞したありがとうございます